はい、どうもさヘジブラザーズのカヌです。その兄貴でございます。今回は言いたいことで歌っております。ヒットアジカメキイベントについて、皆さんやっとこのイベントに改善の兆しが見えそう。どこが？いや、それはやっと真剣でバッバカじゃどこをやったところや。まあこんなことは当たり前ながらですけど。当たり前だ。そういえば2回目の5コラボ以降、新キャラが出るためにスナイプガチャにして特攻付与してたもんな。だな、今何ダイヤ消費量計4800個は減少してないし、既存特攻キャラを外してる時点で評価に値しないと思うけど。ま、その通りやね。ああ、お前の言う通りだ。2つ目はキャラの能力について、まずはこちらを見てください。ヒカルはバトルスキルアビリティ値が魅了関係の内容とアビリティ3でダメージカットがあるから、 KSR 水着スピカキャラと組めば最低 35% 分ダメージカットしつつ魅了による殲滅ができるね。サイジマはバトルスキルで敵3体へ 450% の貫通攻撃、全味方のマイナス効果解除とヒートアクションで全味方のバトルスキルのクールタイム進行、敵全体の再起解除があるから、 KSR 峰をリーダーにして KSR 真島や KSR 渋沢と組めば再起活用する敵を倒しやすくなるね。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。